数秘術、今すぐわかるあなたのポテンシャル。早速確認。数秘術、名前は聞いたことがあるという方も割とたくさんいらっしゃるかもしれません。古くより1から9までの数字にはそれぞれ深い意味があると考えられてきました。実際ピタゴラスなど多くの数学者や哲学者がその意味を読み取ることに苦心しました。そうした賢人たちの知恵を背景に登場したのが数秘術という占いです。あなたの深層心理、性格などの特性、運勢、数秘術ではまさしくいろいろなことがわかります。基本的にはあなたの生年月日を構成する数を分析して何らかの答えを導き出していきます。それでは早速やってみましょう。数秘術について書かれた文献やサイトはご存知の通りたくさんあります。そのどれが正当なものなのかは分かっていませんが、今回は基本的な生年月日から見る方法をお伝えします。まずあなたの生年月日を西暦で出して足していきます。仮に1965年4月21日生まれであるならば、1+9+6+5+0+4+2+1をするということになりますね。答えは28になりますが、一桁になるまで続けます。つまり 2+8 をするということですね。答えは10、さらに 1+0 で最終回は1になります。あなたのポテンシャルは、あなたの本質的な役割が分かったのであれば、ぜひその与えられた能力を活かしてくださいね。それでは早速数字ごとに結果を見ていきましょう。1だった人、1だった方はリーダーになるポテンシャルを持っています。皆の先頭に立ち導く存在です。勇気や思い切りの良さが特徴で、自立心も強いので周りからも頼りにされる存在になれるでしょう。ナポレオン、福沢諭吉、田中角栄は1です。2だった人、2だった方は想像力に優れる方です。相手の気持ちがよくわかるので優しい人に多いです。グループの潤滑油としての役割があります。またその豊かな想像力は芸術活動などにも向きます。勝海舟、モネ、川上哲治は2です。3だった人、3だった方はエネルギッシュな方です。集団の中で人気者になれる存在です。あまり真面目になりすぎると人生に詰まるので、リラックスして楽しく生きることを意識しましょう。宮崎駿、新庄剛志、司馬太郎は3です。4だった人、4だった方は安定感があるタイプです。常識的で計画的な性格なので社会では頼りにされます。なぜ？と深掘りして本質をつかむのがうまいので、上司としても優秀ですし、人に教えるのは得意でしょう。タモリ、キュリー夫人、松岡修造は4です。5だった人、5だった方は変化を求めるタイプです。成長意欲が強く、チャレンジ精神も持っています。経営者などにも向いています。刺激や変化を求めて、どんどん安定した状態を捨てていきましょう。織田信長、ザッカーバーク、Facebook 創始者は5です。6だった人、6だった方は愛情深く包み込むようなオーラがあります。家族や地域、グループへの貢献に全力を注ぐことができるタイプです。責任感が強く、マネジメント能力にも優れています。上皇明人、ジョン・レノン、マイケル・ジャクソンは6です。7だった人、7だった方はストイックで一人の時間を大事にするような、孤高なタイプです。4同様、本質をつかむことがうまく、分析や立案が得意です。完璧主義であり、ミステリアスな一面もあります。本田圭佑、手塚治虫、木村拓哉は7です。8だった人、8だった方は、現代資本主義で活躍できます。目標達成、お金稼ぎ、こうしたことが得意です。根拠のない自信を持って物事に取り組むことができ、それを成し遂げるだけのパワーも秘めています。本田宗一郎、安室奈美恵、星野仙一は8です。9だった人、9だった方は、すべてを受け入れられる人です。善悪や正義を合わせ飲むことができる器があります。周囲も含めて幸せにしたい、そんなスケールの大きい方なので、小さくならず世界に目を向けていきましょう。マザー・テレサ、ガンジー、私は9です。
11、22、33などの重なる数字。なお、一桁まで計算すると最初にお伝えしましたが、11、22、33などの重なる数字が出た場合、そこで止めます。11だった方は、強い信念を持ったカリスマになれる潜在力があります。直感を信じていきましょう。中田英寿、バラク・オバマ、モーツァルトは11です。22だった方は壮大なビジョンを持ちます。博愛主義的でスケールの大きな人物と言えるでしょう。坂本龍馬、伊藤博文、岡本太郎は22です。33だった方は非常に慈悲深い仏のような方です。献身的な奉仕ができるので、看護や介護などは向きます。野口英世、松下幸之助、アインシュタインは33です。いかがでしたでしょうか？あなたの潜在的な特性が見えてきましたか？ぜひ、そのポテンシャルを生かすような形で人生を生き切ってくださいね。きっと大きな成果を残すことができるでしょう。